はい、どうもユッキーでーす。ですね、初の、お菓子動画ということで、今回第1弾こちらです。ダブルバブル、ガム、ダブルバブルガムです。こちらですね、アメリカのアマゾンで、アメリカの、ガムですね。アメリカ人の、野球選手とかが、アメリカだとなんか、ガムをよく食べて、なんか膨らませたりして、いますよね。なんかメジャーリーグとか。それの、おそらくガムだと思われます。こちらが 453g 入ってまして、アメリカで85年以上愛され続けているバブルガムの定番が、ついに日本上陸ということで、こちらアマゾンで、756円で購入いたしました。名称がチューインガム。原材料名が砂糖とブドウ糖と、コーンシラップと、ブドウ糖加糖液糖とコーンスターチ。とガムベース、かっこ、大麦由来、違う、大豆由来、あ、大豆ですね。香料と着色料、こちらが賞味期限が2019年の6月30日なんで、まあ大体半年以上は持つということですね。うん、こちらのさらにでかいバージョンも、売ってます、アマゾンでね。アマゾンで、バケツみたいな、やつですね。バブルガムのバケツというやつが売ってまして、こちらが765g となっております。で、なんでね、ガムを買ったかっていうと、ぶっちゃけた話、手持ち無沙汰な時に、ね、なんか、ねえかなと思って、で、俺がよく、まあ、美味しいなと思って噛んでたのが、なんだっけ。クロレッツの XP だっけ。クロレッツっていうね、緑色のガムだったんですけど、あれだとね、スースーするんですよね。まあ、ミント的なね、感じで、スースーするんですが、お酒を飲むと、時に、スースーするやつを、噛み終わった後だと、味がほら、スースーしちゃって、全然ね、美味しく飲めないということで、あえて、おそらくスースーしてないだろうという、ね、ものを買ってみました。さてさて、美味しいかなーと。じゃん！あ、すっごい匂いする。バナナの香り。こういうやつです。キャンディー型。これを、こうして、開けてみましょう。じゃーん。こんな感じ。こんな感じ。になっております。じゃあ、早速食べてみましょう。バナナ、あ、バナナだ。これバナナの香りする。で、原産国名がカナダらしいです。原産国カナダか、アメリカじゃないんだね。あ、結構ボリュームがある。で、独特のなんだろうな。バナナ風味なんだけど、なんかアメリカっぽい、なんか独特の風味ですね。あ、こんなんあったわ。なんか昔買ったことあるけど、
知ってる人いますかね。これぐらいのでかさで、これぐらいの大きさの、なんか昔ガムがあって、なんか、なんていうの、セロハンテープみたいになってるんですよ。こう、ぐるぐるぐるって。で、こう、薄いやつをペラペラーって出して、で、好きな、その、量を出して食べるみたいな。板ガムの超長いバージョンみたいな。それの味。そっくり。うん。これは、明らかに日本のバナナの風味とは明らかに何か違う。独特の。あ、ありましたね。バブルガムのテープのように長いガム。各 1.82 メートル。これがね、すげえ高いんだよ。昔俺ガキの頃買ってもらったけど、異様な、風味がするんですよね。まあでも、そこまで別に、まずいかって言われると、ちょっと独特な風味だけどね。まあ悪くないんじゃないですかね、これはね。結構噛み応えもあります。日本のガムよか、10円のさ、10円の風船ガムとかに比べると明らかにその硬さが違う。弾力が。そういえば噛み応えがある。日本のやつだと歯磨きガムっていうやつが売ってますけど、あれが非常に硬い。噛み応えが非常にあるガムなんですけど、あれぐらいかな。あれよかちょっと柔らかいか。あれよかちょっと柔らかいぐらいですね。でも確かに日本のガムと比べると全然硬さが違う。弾力がなんか、コシがあるね、コシが。なんであれ野球選手って、外国のメジャーリーグとか、メジャーリーガーとか、なんか、ガム噛んでる人多いけど、多いイメージだけどね。あれ何なんですかね。まあ量もたくさん入ってる。これ何粒入ってんだこれ。何粒とか書いてない。Amazon の、商品紹介に、こう書いてあります。ダブルバブルのバブルガムはアメリカメジャーリーグにて採用されているガムです。あ、そうなんだ。もう公認なんだね。メジャーリーグの全球団がダブルバブルのガムを、設置しておりますと。まさにメジャーリーガー愛用のガムです。ピンク色の理由は、ダブルバブルの生みの親、ウォルター・ディーマー。が、ガムを開発した時に残っていた着色料が、ピンクしかなかったからという面白い逸話が残っています。逸話も残るほどアメリカではメジャーなバブルガムです。アメリカでメジャーなバブルガムを1ポンド、袋に詰めました。
書いてあります。日本だとあのワンポンドっていう、あのポンドっていうのが単位使われてないですからね。何ポンドがあるのかよく分かってないけど、1粒あたり 6g だそうです。そっから計算すると大体75粒ぐらいですね。うん。これが全部で 453g なんで、1粒あたり 6g なんで、大体75粒ぐらい入ってるということになります。まあでも1粒がかなり、大きいんで、うん。これすごい、弾力がすごいわ。風船、これ作ってみますか。あ、すっげえ硬いこれ。これすごい。硬くてね、これね、伸びないんですよ。ということで、まあ、とりあえず四つ星です。ご視聴ありがとうございました。